ウィリアム・コニベアウィリアム・ダニエル・コニベアは、ランダフの主任司祭であり、地質学者、古生物学者。1820年代の海洋波虫類の化石の画期的な発見をし、とりわけ、ロンドン地質学会に提出したイクチオサウルスの解剖図に関する論文と、プレシオサウルスの最初の科学的記述で知られている。ロンドン地質学会会員、王立協会会員。 フランス学士委員の通信会員。ブリストルの著名な主教ジョン・コニベアの孫であり、ビショップスゲートの教会主管者、ウィリアムコニベアの子供として、ロンドンに生まれる。ウェストミンスタースクールで教育を受け、1805年にはオックスフォードのクライストチャーチに進学し、古典と数学で学士を取得し、3年後には修士へと進学する。1814年に聖職与へ、 バンベリ近郊のウォーディントンの牧師補になる。また、ブリストル近郊のブリスリントンでの説教試食も引き受ける。その時期の1822年、ブリストル哲学協会の設立にも携わる。また、その頃、英国の地層を学びにコニベアの元に来ていた、フランス人のジャンバティスト・エリード・ボーモン・ヤールマン、デュフレノアの取り計らいで、フランス学士院の通信会員になる。 1823年から1836年までは、グラモーガンシャーノサリーで、教会主管、1836年から1844年まで、アクスミンスターの教会主管者代理を務めた。1839年、バンプトンレクチャーの講師に、任命され、二回や新庄以前の初期キリスト教教父に関する、論コアンアナリティカル、エグザミネーションイントゥーザキャラクター、バリュー、 アンドジャスト、アプリケーションオブザライティングスオブザクリスチャンファーザーズ、デューリングザアンテナイシーンピリオドを表す。1845年にランダーフの主任司祭になる。オックスフォードで、ジョン・キッドの講義に感化され、地質学にのめり込むようになる。大学卒業後すぐに、イギリスとヨーロッパ大陸を周遊し、ロンドン地質学会の初期メンバーになった。ウィリアム・バックランドとアダム・セジウィックは、 地質学に打ち込むようになる際に、コビニアからの指南が大きかったと明かしている。アニングが発見したプレシオサウルスの骨格界坊主コニベアは、地質学会の年報ザ・アンドゥズ・オブ・フィロソフィー、フィロソフィカル・マガジンに、様々な地質学の学術報告を寄稿している。プレシオサウルス1821年、ヘンリー・デラビーチとの協調において、メアリー・アニングが発見していた断片的な、 化石サンプルに対して、プリーシャソリスという俗名で記述を行った。イクチオサルスの骨格図しかしこの時点では、コニベア自身、アニングの発掘した化石が様々な種の生物の骨を組み合わせたものでしかないという可能性を払拭できず、異様な首の長さや頭骨の小ささなどから、地質学会内でも論議の対象となり、また当時のヨーロッパにおける化石研究の権威であった。 フランスのジョルジュ・キュビエもそれを偽物と断じた。その後、1823年にアニングがプレシオサウルスの全体骨格の化石を発見したことによってコニベアらの記述が裏付けられた。コニベアはそれを1824年2月の地質学会の会合にて発表し、その化石をタイプ標本としてプリーシャソリス・ダリコディリスという種名を確立させた。ただし、 コニベアは発見者としてのアーニングの名前には言及していない。メガロサウルスとイグアノドンコニベアはその他にも恐竜研究の最初期における複数の命名に関わっている。彼はバックランドと共にオックスフォードのストーンフィールドから発掘された肉食爬虫類の化石を共同で研究し、1822年にメガロサウルスメガラソリスという名称を考案した。 前出の1824年2月の会合において、コニベアがプレシオサウルスを、バックランドがメガロサウルスをそれぞれ報告した。また、同じく1824年末にキデオン・マンテルが、サセックスのクックフィールドで発掘した巨大な大腿骨や葉の持ち主を、イグアナ・ソリスと命名したことに対し、コニベアはその名称がすでに原生のイグアナに付けられていることを指摘し、 代わりにイグアノワズカイグアノドンを提案した。結果、マンテルは校舎を採用し、現在の故障となっている。その他の地質学研究彼の書いた論考には、イギリス南西部の石炭産出地域の報告、ドボーモ門の山脈に関する説に基づいた、デムズ川の谷の研究、化石産出地として、有名なライムリージス付近で1839年末に、 起こった巨大地滑りについての研究、チャールズ・ライエルの正一説への批判などがある。主張はイングランドとウェールズの地質学概要であり、これはウィリアム・フィリップスが出版していた章著の第二版として、フィリップとの協調で出版された。第一部しか出版されていないが、その中でコニベアは石炭機とそれ以後の地層について後半で正確な証拠とともに考察し、 イギリスの地質学の進展に大きく寄与した。1844年、地質学会より、ウォラストンメダルを授与される。ありがとうございます。